国道220福島市を市街地を出て、日南市に向かってます。日南市の南のあたりを日南市南郷町っていうか昔南郷町だったと思うんだけど、そこに道の駅南郷っていうのがあるのでそこに向かっています。シャガランダ、なんかシャガランダとかそんなようなですね、花を咲かせる木がある道の駅、この時期ではないですけどね、なんかの歌にシャガランダの花がどうだとかあったんですね。日南線が左側を通ってます。日南市を過ぎたら宮崎市220、田舎でもこの国道はあのメインですからね、こっち方面では。だからこうやってコンビニも時々道沿いにあります。どこかの駅に寄ってみたいなって思ってます。日向大きい束って書いた駅、大塚、どうでしょう。そういう大きい束の駅ってそこが近いので、どっちだ、左側かな、すっと寄れたら寄ってみたいと思います。もうたくさんないのでそこまで撮ります。今日は日曜日なので道の駅福島はまあ混んでました。なんかそこからなんか逃げてきた感じがします。ああ、いい風景が見えてます。あとね1キロなく駅がありますので、そこまで。駅があるっていうことは集落がね、小さくなったとしても集落は今もあるんで、それないんですね、ここはね。都城の方に行ける道があるって今案内してますね。この辺だと思うんだけど、どっちが駅だろう。なんか駅と道が重なってるな。過ぎちゃったのか。あらら。曲がっています。およそ300メートル先、斜め右方向です。